マーセル・ディオンマーセル・ディオンは、カナダ・ケベック州、ドローモンビール生まれのプロアイスホッケー選手である。NHL でのポジションはセンター。ホッケーの殿堂入りを果たしている。ディオンは1971年の NHL ドラフトでモントリオール・カナディアンズに指名されたギーラ・フレールに次ぐ第1巡目第2位でデトロイト・レッド・ウィングスに入団し、1989年に 現役を引退した。NHL での最初の4年間をデトロイト・レッド・ウィングスでプレーし、その後トレードで移籍したロサンゼルス・キングスで11年半、現役最後の2年半をニューヨーク・レンジャースで活躍した。ディオンのベストシーズンは1979から1980シーズンで137ポイントを記録している。この年は NHL においてポイント数では ウェイン・グレツキーに並んだ。グレツキーの出場試合数の方がディオンのそれよりも1試合少なかったがゴール数で勝ったディオンがアートロス記念賞を受賞している。ディオンは2005年の時点で6人の選手が達成している生涯700ゴールの金字塔を3番目に達成しており、生涯ゴール数731は歴代第4位ポイント数1771は 第5位、アシスト数1040は、第9位である。なお、弟のジルベールデオンも NHL 選手であった。おは NHLNHL。ありがとうございます。